今回の動画は一つなぎ目蛇の市本店本編の動画に入りきらなかったお話、五代目宝井さんによる江戸前寿司とはを語っていただく特別編の動画でございます。ですのでまだ本編をご覧になっていない方はぜひそちらもご視聴お願いします。それでは行きましょう。日本橋ものつなぎプロジェクト。すみません、そもそもその江戸前寿司とその他の寿司って何が違うんですか？あのね、そこがね、まあ、いろいろな諸説あってなかなか一つに言い切れないんですけど、はい、まあ、我々が思う江戸前寿司っていうのは、はい、よくね、江戸前で取れたネタを使ったのが江戸前寿司という話もあるんですけれども、もともと江戸前っていうのはあのうなぎ屋さんの言葉なんですよね。ほう、江戸前うなぎって言って、あの江戸に入る手前で取れるうなぎを使ってるので、はいはいはい、あのうなぎ屋さんが江戸前っていう言葉を使ってて、うん、やっぱお寿司はあの関西からこう入ってきましたん で、はい、でそこと差別化をするためにお寿司屋さんがおそらくですけど、そのうなぎ屋さんの江戸前って言葉が一番分かりやすいんで、はい、それをお借りしたっていうか、まあ、使わせていただいた。そもそも関西から入ってきたことすら知らなかったんですけど、うん、もう少しほじくっていいですか？まあ、お寿司はあれですね、もともと慣れ寿司みたいな、あの発酵食品から始まって、はいはい、それが関西で、まあ、徐々にこう押し寿司ぐらいまでになって江戸にやってくるわけですよね、はいはいはい、でせっかちな江戸の人たちはそんな押してできるまで待ってらんねえよと、はいはい、あの発酵して酸っぱくなってるんだからシャリに酢を入れれば酸っぱくなるんじゃないか、うん、でそれを押すんじゃなくて箱で鳴らすんじゃなくて手の中で鳴らしちゃえば寿司になるんじゃないかと、うん、はい、そうすれば早くできるでしょ、いわゆる早慣れ寿司っていうのになってきて、それが最終的に本当に酢で締めたやつを生のお魚ですとか、そういうのを乗せて手の中で鳴らすっていう江戸前寿司、僕が思う江戸前寿司っていうのは、まあ江戸前で取れたネタを使うっていうのはまあ江戸時代まあ当たり前だったと思いますので、江戸で発祥した手で握るお寿司のことですね。え、じゃあつまり握り寿司みたいなやつは江戸系というか、そうですね、握り寿司がいわゆる江戸前寿司、関西からはおそらく箱寿司みたいな状態で関東に来たんじゃないか、押してあるというか、そうですね、はい、うん、そのなんか例えば赤酢を使ってるとか砂糖を使わないとか、なんかいろいろなんかいろんな断片情報が入ってたんですけど、そういう話ではないんですね、そうそうそう実は。そうですね、それは違うと思います。それは各店の、はい、まあ、やり方であって、まあ、我々は明治時代創業なんですけど、僕もこれまあ代々こう聞いてる話なんですけど、はい、まあ、明治時代あたりはまだあの安いんですよ、要は赤酢って酒粕酢なんで、はいはいはい、米酢に比べると安い酒粕酢はこう庶民のこういう屋台や何かね、はい、安くお客さんに提供するためにはやっぱ酒粕酢が主流だった、はいはいはい、で砂糖は高級品なんで、はいはいはい、そんなバカ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 シャリや何かに入れるものじゃなくて、はいはい、本当酢と塩だけで仕上げる、はい、でそこで赤酢っていうやつがやっぱり米酢に比べるとうまみが強くて、はい、砂糖や何かを使わなくても意外とまとまったんです。あ、でいろんな意味でこう綺麗にまとまった状態が、はい、多分おそらく明治時代の赤酢と塩のみで作る酢 で、はいはい、でそれからやっぱりあの関西からこう米酢ですとか砂糖とかいっぱい使えるようになってくると、はいはい、銀シャリっていうのがこう流行りだしまして、昔の寿司の本なんかを見ると、はい、うちのシャリはこうピカピカの銀シャリです、はいはいはい、いつもご存知だと思うけど、うちのなんかやぼったいシャリじゃないですか、ちょっと赤っぽくて、やぼかどうか、まあ、見た目がね、はいはい、それよりもやっぱりこう銀シャリ、キラキラ光った銀シャリがもてはやされるようなのどんどんそういう風になってきて、あ、そういう意味でのやぼったいか、はい、で我々おばあちゃんがねずっともう本当釜で、はい、今でもあの釜で炊いてるんですけど、はい、その時代の流れに取り残されまして、はい、未だに砂糖の使い方がわからない。いや取り残されてというか、はい、未だに砂糖の使い方がわからない。いや取り残されてというか、はい、あの、はい、赤酢と塩の作り方しかわからないので、はい、まあ未だにそれしかやってないっていう状態です。なるほど。はい、迷路会計ですか？迷路会計ですよね。それから、はい、うちを迷路会計と言わなかったら、え、それやっぱお寿司屋さんいろいろあってなんか結構雑じゃないですか、うん、結構なんか、そうですね、なんかもう15,000円でいいよみたいなところあるじゃないですか。ありますね、まあ、そういうところあります。そういうところは確かにだけどもう伝統ですから、それが伝統だから、うん、もういいものもう端数いらないとか、あの多く取ることは決してありません。
それカウンター立ってて、なんかこう嫌いなやつとか来たら、ちょっと値段変えて、時価で変わったとか、まあ、その話は やめよう、そういう話はやめよう、ちょっと今高いんですみたいな、大体 いつもね、うなぎ屋さんにはね、寿司は雑なんだよっていつも言われて、もうあの会計も雑だけど、仕事も雑とかやって、あの三好会の仕事も。あ、面白いですね。